田野畑村のブロッコリー畑に来ています。高校生が産地を見学していますが、どんな反応するでしょうか。はじめは一押しの野菜ブロッコリーです。収穫間近の畑を案内してもらいました。実際畑に入って上から覗いてみてください。そうすると皆さんがよく見るブロッコリーがボーンって。真上から覗いてみてください。かわいい、なんかチマッとしてて、なんかちっちゃいみたい な, なんかコロって、なんかかわいい。切りやすいところを狙って切る、うん、そしたらこの茎をこうやって落としていく。これで収穫完了。農林水産省はブロッコリーを2026年度指定野菜へ追加することを認定しました。これは国民の食生活で重要性が高い食材で、ジャガイモが認定されて以来50年ぶりの追加です。またブロッコリーは涼しいところを好むので、冷涼な気候の田野畑村にぴったりの野菜なんです。採れたてのブロッコリーを見て高校生は、マヨネーズつけて食べたいです。そのままで。シンプルだけど栄養価が高くて美味しいブロッコリー、黄金レシピの素材に確定か。次に訪ねた場所は山の中。木がたくさん並んでいます。そう、原木椎茸を栽培している場所なんです。この場所に穂田状を作るっていうのは何か立地の良さがあるんですか。沢水がないと、椎茸って水かけないと出てこないんで、沢があって上に日陰があるってなっと、杉林がうちの場合はいいかなと思って杉林にばっかり入れます。これ直射日光が当たってこうやって触って、木を例えばこう触るじゃないですか。そしてこれが人が熱いって思ったら、もうその木はもう死にますね。そこは取り頃の椎茸を見せてもらいました。収穫してみると、めっちゃ白い、白い、めっちゃ白い、綺麗、芳醇な香りが。椎茸好きな人はいますか。お、西尾さん。西尾さん、椎茸好き。これ食べたら美味しそうですよね。絶対美味しい。ということで、焼き椎茸をいただきます。はい、一般の人。うん、苦手な人って絶対美味しい。あ、うん、魚介食べてるみたいな、それぐらい旨味強いですね。箸が止まらない美味しさ、原木椎茸もゲットです。じゃあ具体的にできるにはどうしたらいいかっていう、そういう技術だとか指導できたらいいなと期待してますので、頑張ってもらいたいと思います。次に向かったのは山田湾に浮かぶ養殖場。その施設に到着すると、養殖の魚に餌やり体験です。え、やばい、たくさん撒いていいんですか。全部撒いていいです。せーの。魚の元気と数の多さにびっくりする高校生。私も餌をあげてみました。うわ、すごいな。あっという間に浮いた自分の餌がもうなくなっていきますね。それだけたくさん食べてますよ。キラキラしてる。仲いい、かわいい、仲いいよ、すごい。この魚はオランダ島サーモンというブランド名がついたトラウトサーモンなんです。近年秋鮭漁が不漁で、安定した水揚げを確保するためトラウトサーモンが養殖され、2022年4月から出荷しています。色は鮮やかなサーモンピンク。程よく脂身もあって、お刺身でも食べられるサーモンです。いただきます。脂はさっぱりしてるんですけど、この身の味が濃厚、うまっ、最高ですよ。みんなも早く食べた方がいいですよ、絶対。
あんまり重くなくてすごいなんかたくさん食べれそうな感じです。高校生に人気のオランダ島サーモン、どのようなレシピになるのでしょうか。今まで食べてこなかったレシピとかを使ってみんなにその美味しさが伝わるようなものにしていきたいです。もっと下の方、うん、一行はまた山に戻り岩泉町の畑わさびを見学しました。この根はこれも出荷するの。これはきれいに洗ってわさび漬けとかってあるでしょ、あの辛みがついだその原料にこれも出荷する。へえ、うん、なんか薄くわさびの匂いします。これも刺さりますよ、ここするかもしれない。岩泉町の畑わさびは練りわさびの原料として栽培されています。生産量は年間およそ240トン、日本一の生産量を誇っています。わさびで何かメニューを考えるって何か思いつきますかね。おつまみ、うん、おつまみの味付けにパウダーでそのわさび味みたいな、おせんべいとかにそのこういう辛さを加えたらより喜ばれるんじゃないかってことです。このわさびを何と合わせたら美味しくなるかとか、これをメインにするのかこれを調味料にするのかとか、いろんなこう考えが出てくると思うので、なんかいろいろ考えましょう。はい、わさびってキムチにできるのかな。キムチにそう、いや、いろいろ我々の考えともまた違う考えがあると思うので、そこが面白いところだと思います。はい、4つの食材の生産地を訪ねレシピのヒントを見つけたようです。高校生とプロのシェフによるレシピ開発物語の始まりです。